V3EA ダーターは180度の視野と、毎秒120度の追尾レートと妨害体制を、有する、近代的な単射程赤外線、誘導式空対空ミサイルで、南アフリカのデネルダイナミクス社とブラジルのメクトロン、アビブラスト、オプトエレトローネカによって開発された。南アフリカ空軍のソブジャス39グリペン C、D と BAE ホーク120と、 ブラジル空軍の A-1M、Amix、ノースロップ F-5BR とグリペン E、F に搭載予定。2015年末までに量産開始予定だった。A ダーターの開発は1995年に着手されたが、計画は予算不足と南アフリカの要求が変更されたことにより遅延した。3年間の交渉の後、2006年にメクトロン、 アビブラスとエテックが計画に加わった、ウィズ、ブラジル政府から 52US ドルレドルを計画に出資して推定 130US ドルレドルになった。同年、デネルは最新の半導体式完成工法装置である、ベイシステムズ製のシームレーニを中間誘導のために使用する予定であることを発表した。ブラジルのオプトエレトローネカは、 デネルダイナミクスと共同でミサイルの赤外線画像追尾装置を熱線誘導のために共同開発する。地上での追尾装置の試験は2010年1月に実施されたものの、軌道誘導と飛行試験は2010年2月に実施された。試作機はソブエビーへサーブジャス39グリッペンとの統合試験のために送られた。 2010年3月に受領飛行試験が実施された。最初の飛行中のグリペン戦闘機からの発射試験の成功は2010年6月17日だった。2012年3月にデネルダイナミクスはミサイルの開発を終了して2013年末から生産するための準備のために認証の段階に入った。2012年1月に複数の試験が デネル社のオーバーベルク支社場で、グリペンで実施された。最終試験は高速の標的機を使用して実施された。ありがとうございます。